社長、これはこの前のサンバじゃないんでしょ、スバル。それだよ。あ、それだ。ここのとこにあったやつ。そう。ねえ、あのやつな。あ、じゃああと後ろの回転つけるだけじゃん。だって後ろのリアベッドつくんだけ。あの同じ車な、スバルサンバ。あれがこの姿になってるの。はあ。で、家にまだサンバがある、サンバある。はあ。あ、あれなんかい。あれはなんだっけ、春頃だっけ見た。ああ、じゃあ本格的にやってるんだ。これ後ろリア、この後ろ、うん、あの開閉式にするんですって、うんうん、あ、そういうふうにさ春頃言ってたんさ、うん、これを目指して。え、おお、あ、すごいじゃん。なんかあれだね、河野だよ。リーダーに出てきそうな車だね。え、それ僕買って送ったやつ、うん、写真、うん、あ、じゃあ俺持ってるやつだ。あ、それ目指してるの。すごいね。これなんていう車なんですか。これフォード、フォードですね。目指してるの。どれ、丸いあれかい。70年代ぐらい、うん、丸いあれかいでね、うん、フロントマスクかい。ずっとね、いろいろこの本見て、うん、もう一個のシボレの本も見て。あ、いいよね。グリーンカード持ってんだってこの人。グリーンカード潜りで聞いたら、ないよ。あ、そう、5年聞いたんだよ。何年アメリカに行ってたんっつったら、5年っつから、え、5年でグリーンカード取るんじゃないよ。5年おって取得して戻ってきてまた2年行った。あ、そうなんだ。からさ、だって、あ、5年じゃ取れねえだろっつったら、いや、その前にもっと行ってたとか言って、えっ、ー、つって言った。5年で取れるっすよ。あ、そうなん。俺が行った時はあのオレンジカウンティーっていうところだから。あ、この人も昨日か一昨日か話したら、うん、あのミシガンで FRP の、うん、あのレクチャー受けてきたんだとか、どの子の言ってたよ。え、どこなの。あ、違う違う、ウィスコンシン、ウィスコンシン、うん、え、どこ行ってた。西海、東海って言ったら真ん中ぐらいですって、うん、ミルウォーキーの北に1週間、1週間以上いましたね。はい、クソ寒い中で、寒いですか。あの冬場行ったらマイナス20何度とか外でつなぎに帰ろって言われたら鼻水が出て、鼻水がジョリジョリってFRP 固まるんですか。え、もう中はちゃんと空調がね、ボートの工場だったメーカーの。この人は FRP の専門家なんだったよ。うん、これさ、こう見たらさ、うん、日本車で真似できる車が一台あるよ。何、なんとか博物館に飾ってあるの。違う違う違う、車、もう一回こういう車を作ろうと思ったら、ああ、ああ、日本の軽でできるのが一台ある。へえ、鈴木のジムニー。はい、だけど今ジムニーをね、はい、新潟の三条から一台仕入れた。こんなのレプリカ作って置いとけば売れるやろ。いや、売れるか売れねえか分かんないけど、好きなやつはいるんだろう ね。うん、社長、ずいぶんボロボロになってんじゃん、その本は。だって毎日読みようもん。これを目指してるんや、とりあえず。はい、こいつは。なんでその車目指してるの。いや、何気なくかっこいいわけ。かっこいいじゃん。はい。まあ大きくないからいいよね、うん、あの赤城高原のパーキングで、あのピックアップトラック見たから見たけどさ、でっけんなもん。でね、ああ今あ日本の道路走れるうんつぐらい。もうひょっとしてサイズオーバーするじゃん。うん。だから軽の税金が上がるじゃん。うん。あそこが軽のキャンピングカーしか売れねえって言って燃えてるからね。ああ、そうだろうね。軽のキャンピングカー売ってるの、そんなの。売ってるよ、作って。高いだろ。高い。
おおすか、これあれのあれ、ハル取ったやつの、あれな、スバルサンバだっけ、エンジンでけえじゃん、こんな、うし、生意気に。エンジンっていうか、車こんなにでかかったっけと思って。いや、下ろしたらでけえですよ、たったこいつ、つけるだけ。かっこいいよね、だけどね。これあれかい、本当にこんなあれかい、フォードのこのマスクみたいな、こんな車にするんかね。あ、もうお付き合い長いから、はい、社長本当にできるんですかって聞いた方がいいよね。ホイールベースがね、ちょっと違うよね、ドアの真下やもんね、そこをちょっと考えておく、もうお付き合い長いから社長本当にそうなるんですかって聞かなきゃいけねえね。そうじゃないきゃアメリカまであれだよ、あの行かないよ、板金叩きに。 FRP つくさ、結構やっぱすごかったよ、すごかったっていうか、あのセンターフレームもさ、ちゃんとやっぱりスポーツカーみたいにさ、なってたさ、これブラックライト、ワンキーセット、この間言ってた、この間言ってた、ああ、そう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 、ワゴン免許、この前いくらぐらいだ、それブラックライトは安い、ブラックライト、あの高いのはそのシルバーの方、いいやつは、それでこれ入ってるやつ、入ってないやつ、さっきどうやって、これが入ってるやつ。ディーゼルオートマネー4駆、はいはい、ブラックライト入ってや、うわ、お、どれ、入ってない、あ、それ入ってる、ね、入ってるやつ、入ってないやつと比べてみなよ、一番下のそのこれ、それ入ってないやつ、それブランクだ、あ、本当だ、どこどこ比較して分かんない、全然、全然違うじゃん、ちょっと、それブラックライトな、丸何番、2番3番、あ、ブラックライトを入れたやつに、それはあのブラックライトだけの RZ3 を入れたやつ、それ3番でしょ、丸2番、これはどう、あ、これは普通の6815にブラックライトを添加したタイプの6815、ね、入ってるとこはガンと出るでしょ、でブラックライトの反応色入れなきゃ全然出ないでしょ、ブラックライト その明かりがつくだけでしょ、そうでしょ、これでミステイクはなくなるから、
なくなるまではいかないけど、うん、一応、まあ、一応分かる、まあ、点検には、点検にはなるね。そう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 、すごいね、やっぱり68号すごいねって、意味が分かんない、硬いね。あ、硬い硬いけど、うん、それは針金とか、うん、ちょこっと曲げてもらえば分かるけどさ、柔軟性がある、ね、曲がるでしょね、それ入れたやつといい、ね、金網くっつくんだよ。誰かさんが台湾製の安く買うやつは金網くっつくかいね、こんなに。でプライマーで使うの、ね、あれだ、安上がりで、あれだいや本当にね、佐藤、あのスバル、あ、写真撮る、うん、後でね、なんで、いいよいいよ、後で撮るよ、どうした、はい、ただいくらになるかって言われたけどさ、うん、この色目の違いすごいよね、だけどね、ここまでになったらね、それ何を入れるんですか、え、内緒、企業秘密でございます、白い粉、すごいよね、違うよ、ならないよ、そんなチクトロが効くだけだよすごいよね、だし金網しびれちゃうよね、金網のこの強度、誰かさんが接着するんって言ってたことあるからね、これ逆さにであってはポリエステルとこの金網の補強した時にはあれだよ、天地逆になってもならないよ、ここまで。錆止めはさ、やっぱり痛い目に遭ってんだよ、みんな車がさボロボロになって、だからさ、年単がさガソリン漏れを起こす以上にさ、やっぱ錆はさおっかなびっくりなんだよ、多分あの騙され続けてんだよ、錆止めはね、錆止めは私は若い時は G バードとかあったけどさ、でさ、またさ歌い文句がさすごいんだよ、これ使えばこうであれってさ、もう事細かくさ、あれ歌い文句がさ、これやれば絶対バッチリですみたいなのさ、でこの背中がさもう穴だらけでなかったんよ、サビで、あ、はい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 ほら、はいはいはい、あ、ないでしょ、あ、それ何？材料使ったってこと？だけどここにね、どんぐり塗ったの、うん、あらこの辺まで、このサビのとこまで、うん、どんぐり塗って、上から1日置いて、FRP の樹脂貼った、うん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 、プライマーとして、あ、そういうことね、ほら、言った、うん、ダメなんだよ、持ってきちゃう材料ね、ね、あの、事後言われても困っちゃうよねそんなハイブリッドハイブリッドはあれで、あのエポキシ同士でハイブリッドじゃないんだよ、うん、ポリエステルとエポキシをハイブリッドするんだよ、こんな使い方しちゃダメだよね、コストダウンでねこれだけ6815どんぐり使ったらものすごい量がいるから、それ高いってこと、高いな、あら消して安くはねえよ、あらだけどプライマーとして使って FRP の樹脂を貼った、あらでもう2プライ貼れば頑丈かなって、2プライ貼ればってのは、その2プライは何の2プライですか、だからほら金網があるじゃん、うん、金網を今度は6815でここに貼り込んで、その上からまた2プライ FRP のもの、あ、そうだろう、うん、そうだろう、これだろう、そうそう、ね、これをやるから、これだろう、これこれをやるからと思った、これだろう、このつなぎ目に、そうだろう、どうよその金網強さ、いや金網はいいよ、ただ社長これ普通の金網やねって、これいやそれは真鍮だよ、真鍮やろ、うん、これ高いんだよな、あ値段がね、うん、でも真鍮の方がいいよ、そうだそうだよ、真鍮の方がだって熱伝導いいもん、真鍮の方がいいよ、だけど俺も真鍮買ったんよ、どこで、うん、ある金網屋で、また台湾でかい、台湾でで、やっぱこれブラックライト、うん、当てればね、当てれば見てよブラックライト、これブラックライトがの反応する、そうだよ材料だよ、材料が6815、うん、そうそうそう、でそれ1キロぐらいある、いやだから
あの今試作だからない。ない。あるつとサンプルとかどの子で言うんなもん。ない。これやっぱ FRP、これブラックライトを入れないとやっぱ6815のありがたみがさ。わかんないよね。うん。すいませんね。どうぞ。台湾から電話だ。社長。サラムニコム。なんだ。死んじゃった。お前。お前死ねよ早く。おもうちょっと待ってきゃ。なんか整理して。車検が今日までだから。バカ、25日だよ。お前らどうせ今日お祈りだろ、伊勢崎で。まあ塗るだけやったら1キロあれば十分やろ。ああ、十分だね。その代わりほら、全部少ないからね、使用量がね。煽りとかをバラしてしまってさ、ネジにもし補強入れたいならロービンクロス、1枚貼ったらもうプラス2キロぐらいかかるから、言ったわけよ。今検討中だ。まだ一昨日を下ろしてきたダイハツのハイジェック新車。あら。その子もほうれん草やな。だってあれだよね。あの最初から、あのどこだっけ、なんとか自動車が、ほら新車からさ、ニハル自動車。防水塗料を防水のさあれで塗ったがね。で次の車検の時にさ、何も腐ってねえよ。じゃあ車が売れねえとか売れるとかさ、ギャン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 。お前こんないい錆止め出したらお前次新車が売れねえやないか。怒られたん俺。だけどあれだよ、あの目鼻立ちが効くさ、あの人たちはあの農場の糞尿処理車。そうだってここも堆肥入れるやん。それ使ってんの、どんぐり。どんぐりやろ。だって高橋さんがさやってる通りタンクローリーやってんだよ。タンクローリーあれ基準厳しいんだよ、タンクローリーの。でそれがやっぱスプレーで、あの段ボールで何十本も買ってんだよ。あれもう話しなねえって。使えねえって。でどうしたんっつったら、もうさ使い始めたらあれどんぐりもうほったらかしてんだもん、他のスプレーもう使えねえんだって。結局ダメになっちゃうからタンクローリーが。それとさ、お盆に俺あのあそこ行ったんですよ、出雲崎。出雲崎ってどこだっけ。新潟の海。ああはいはいはい、君たち連れて。あ、釣りでね。釣りで行ったんですよ。はいはい、だその時にこっち側の倉庫でさ、漁船を作ってた。はいはいはい、漁船をね。はい、だから片枠は木造なんですよ。で内側になんか MDF みたいの入れて、FRP 貼ってたんですよ。だところどころ隙間をね、なんでやり言ったかさ、金ないと。はいはいはい。でなんで発泡ウレタン使わねえおいちゃんって言ったら、発泡ウレタン竹っぺって、で発泡ウレタンの方がいいじゃんって、FRP に溶剤とか溶けないからって言ったら、高いし予算が合わねえって言って断熱材をこう押し込んで、でその上からさ、PVA をさ一生懸命塗ってるんよ、要は水の量ね、大切水でしょ、ね、で俺がたまたまステップワゴンに6815の小分けしたのを積んでた、それを塗ったこのおじさんに渡した、でこれおじさんちょこっとやけど100対40で調合して塗ってみてって。だから次の日電話ってさ、あら FRP 上から塗っても溶けねえなって。どこに売ってるんだいって。この FRP 用の材料は、そうおめえが持ってきた140のは、でおめえどこ住まいは、いや群馬ですって。こっちの方に引っ越しねえんかい。いやいいです、極端な話じゃん。こっ
こしたらさ、やりようのが夫婦二組でやりようけどさ、うん、もう腰の曲がったおばあさん、でおじいはもう80になるって、うわで後継ぎがいねえって、ああ後継ぎがいねえちょうどいい後継ぎが群馬から、うん、ああおまけに子供も連れてきたね、俺は悪いけど船なんか作んねえよ和光度がね、孫付きですごいだろこれ、ブラックライト、ね、いいよねこれ、このブラックライトね、FRP やるときにはっきり分かるよね、はっきりだよね、うん、ね、それその上からポリエステル塗るじゃんその上からポリエステル塗るじゃん、いや それでも反応する、当社はポリエステル関係ございません、反応するよ下に、うん、下にあれポリエステル透明なもんね透明やないよ、台湾製はピンクだよ台湾製の入ってるかもしんねえよこのブラックライトの反応するは教えてやれいいじゃんさあ台湾製のはさ、あのパラフィンが入ってないやつやけんさ、あ、そうなん、脱毛がものすごい楽なんよ、うん、えー、ノンパラ使ってるんやけどさ、うん、脱毛ってワックス入りな、うん、ものすごい楽よ台湾製の、日本製のあのリゴラックなんかもうはガチガチ、これカーボンの FRP にした時に、うん、このブラックライトの反応色すごいだろこれ、そのカーボンなんか見覚えがある、あるよ、誰かが3ダイヤの内装に貼ったやつじゃん、ね、水入れて左右のあれが違うとか違うねとか言ってたやつじゃん、これすごいだろこれ、ブラックライト入れた時にさこのカーボンのさ反応の色ね、なんかガラスよりカーボンの方が的確にこう出そうだもんね、感じね、ちょっと温度見てこい、あ、こっちのあれだ、ヒートガンだから温度上がっちゃうんだ、うん、大丈夫？うん、まだちょっとベタついてる、うん、この色の違いすごいよね、だけどね、うん、ここまでになったらね、それで何を入れるんですか？え？内緒、企業秘密でございます。本当？白い粉。すごいよね。アヘロジリじゃそんなことならない。違うよ。ならないよ、そんな。チクトロが効くだけだよ。すごいよね。だって金網しびれちゃうよね。金網のこの強度。誰かさんが接着するんって言ってたことあるからね。これ逆さにずらってのはポリエステルとこの金網の補強した時にはあれだよ、あの天地逆になってもならないよって思った、錆止めはさやっぱり痛い目に遭ってんだよみんな、車がさボロボロになってだからさ、あの年単がさガソリン漏れを起こす以上にさ、やっぱサビはさ、おっかなびっくりなんだよ。多分あの騙され続けてんだよ。サビ止めはね。サビ止めは。私は若い時はジーバードとかあったけどさ。でさ、またさ、歌い文句がさ、すごいんだよ。これ使えばこうでああでってさ、もう事細かくさ、あれ歌い文句がさ。これやれば絶対バッチリですみたいなのさやってんだよ。で半年に1回メンテナンスやろ。半年に1回はメンテナンスなんないじゃん。それあれかいね、プラント解説じゃん。定週じゃん。ね、半年に1回メンテナンスせりゃダメとか。それだったらあれじゃん、スプレーの、あの色でもバーッとかけとこうがいいじゃん。ねえ。
半年に1回スプレーかけりゃ綺麗になってるじゃん。なるよ何がガードなんそれで一生懸命あんなの詐欺だってだってうどん屋で怒られたとか怒られるとか言ってたじゃん、誰かさん自分で営業。社長、これはこの前のサンバじゃないんでしょ、スバル。それだよ。あ、それな、ここのとこにあったやつ。そうねえ、あのやつな。あ、じゃああと後ろの階でつけるだけじゃん。だって後ろのリアベッドつくんだけあの同じ車な、スバルサンバ、あれがこの姿になってるの。はあ、で家にまだサンバがある、サンバある。はあ、あれなんかい、あれはなんだっけ、春頃だっけ見た。ああ、じゃあ本格的にやってるんだ。これ後ろリア、この後ろ、うん、あの開閉式にするんですって、うんうん、あ、そういうふうにさ春頃言ってたんさ、うん、これを目指して。え、おお、あ、すごいじゃん。なんかあれだね、高度だよ。リーダーに出てきそうな車だね。え、それ僕買った、送ったやつ、うん、写真、うん、あ、じゃあ俺持ってるやつだ。あ、それ目指してるの。すごいね。これなんていう車なんですか。これフォード、フォードですね。目指してるの。どれ、丸いあれかい。70年代ぐらい、うん、丸いあれかいでね、うん、フロントマスクかい。ずっとね、いろいろこの本見て、うん、もう一個のシボレの本も見て。あ、いいよね。グリーンカード持ってんだってこの人、うん、グリーンカード、うん、モグリで聞いたら、ないよ。あ、そう、5年聞いたんだよ、何年アメリカに行ってたんつったら5年つから、え、5年でグリーンカード取るんじゃないよ。5年おって取得して戻ってきてまた2年行った。あ、そうなんだ。からさ、だって、あ、5年じゃ取れねえだろっつったら、いや、その前にもっと行ってたとか言って、えっ、ー、つって言った。5年で取れるっすよ。あ、そうなん。俺が行った時はあのオレンジカウンティーっていうところだから。あ、この人も昨日か一昨日か話したら、うん、あのミシガンで FRP の、うん、あのレクチャー受けてきたんだとか、どの子の言ってたよ。え、どこなの。あ、違う違う、ウィスコンシン、ウィスコンシン、うん、え、どこ行ってた。西海、東海って言ったら真ん中ぐらいですとか、うん、ミルウォーキーの北に1週間、1週間以上いましたね。はい、クソ寒い中で、寒いですか。あの冬場行ったらマイナス20何度とか外でつなぎに帰ろって言われたら鼻水が出て、鼻水がジョリジョリってFRP 固まるんですか。え、もう中はちゃんと空調がね、ボートの工場だったメーカーの。この人は FRP の専門家なんだったよ。うん、うん、これさ、こう見たらさ、うん、日本車で真似できる車が一台あるよ。何、なんとか博物館に飾ってるの。車もっかい、こういう車を作ろうと思ったら、ああ、日本の軽でできるのが一台ある。へえ、鈴木のジムニー。はい、だけど今ジムニーをね、はい、新潟の三条から一台仕入れた。こんなのレプリカ作って置いとけば売れるやろ。いや、売れるか売れねえか分かんないけど、好きなやつはいるんだろう ね。うん、社長ずいぶんボロボロになってんじゃん、その本は。だって毎日読みようもん。
これを目指してるんや、とりあえず。はい、こいつは。なんでその車目指してるの？いや、何気なくかっこいいわけ。かっこいいじゃん。はい。まあ大きくないからいいよね、うん、あの赤城高原のパーキングであのピックアップトラック見たから見たけどさ、でっけんなもんでね。ああ今あ日本の道路走れるうんつぐらい。もうひょっとしてサイズオーバーするじゃん。うん、だから軽の税金が上がるじゃん。うん、あそこが軽のキャンピングカーしか売れねえって燃えてるからね。ああそうだろうね。軽のキャンピングカー売ってるの？そんなの売ってるよ。作って高いだろ。高いよ。おおすか、これあれのあれ、ハルトってやつの、うん、あれな、スバルサンバだっけ。エンジンでけえじゃん、こんなうし、うん、生意気に。エンジンって車こんなにでかかったっけと思って。いや、下ろしたらでけえですよ、たったこいつつけるだけ、かっこいいよね。だけどね、これあれかい、本当にこんなあれかい、フォードのこのマスクみたいな、こんな車にするんかね。あ、もうお付き合い長いから、はい、社長本当にできるんですかって聞いた方がいいよね。ホイールレースがね、うん、ちょっと違うよね。ドアの真下やもんね。はい、うん、そこをちょっと考えておく。もうお付き合い長いから社長本当にそうなるんですかって聞かなきゃいけねえね。そうじゃないきゃアメリカまであれだよ、あの行かないよ、板金叩きに。 FRP つくさ、うん、結構やっぱすごかったよ。すごかったっていうか、センターフレームもさ、うん、ちゃんとやっぱりスポーツカーみたいにさ、うん、なってますよ。これブラックライト。うん。ワンキューセット。この間言ってた。うん。うん、この間言ってた。ああ、そう。わかんない。この前いくらぐらいだ。それブラックライトは安いブラックライト。うん、あの高いのはそのシルバーの方。うん、いいやつは。うん。それで。これ入ってるやつ。入ってないやつ。さっきどうやって。これが入ってるやつ。ディーゼルオートマネー4駆。はい。はい。今ブラックライト入ってや。あ。ほら。お、どうや。これ入ってない。あ、それ入ってる。ね、入ってるやつ。うん、こう入ってないやつと比べてみなよ。一番下のそのこれ、うん、それ入ってないやつ、それブランクだ。
うん、あ、本当だ。どこどこ比較して分かんない。全然、全然違うじゃん。ちょっと、それブラックライトな、丸何番、2番3番、あ、ブラックライトを入れたやつに、それはあのブラックライトだけの RZ3 を入れたやつ、それ3番でしょ、丸2番、これはどう、あ、これは普通の6815にブラックライトに点火したタイプの6815、うん、ね、入ってるとこはガンと出るでしょ、うん、でブラックライトの反応色入れなきゃ全然出ないでしょ。ブラックライトのその明かりがつくだけでしょ。そうでしょ、うん、うん、これでミステイクはなくなるから。なくなるまではいかないけど、うん、一応、まあ、一応分かる。点検には、点検にはなるね。そう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 、すごいね、やっぱ6815すごいねって意味が分かんない。硬いね。あ、硬い、硬いけど、うん、それは針金とか、うん、ちょこっと曲げてもらえば分かるけどさ、柔軟性が曲がるでしょ、うん、ね、それ入れたやつといい、ね、金網くっつくんだよ。誰かさんが台湾製の安く買うやつは金網くっつくかいね、こんなに。でプライマーで使うからあれだ、安上がりで、あれだいや本当にね、社長、あのスバル、あ、写真撮る、うん、後でね。なんで、いいよいいよ、後で撮る、撮る、撮るよ。どうした、はい、ただいくらになるかって言われたけどさ、うん、この色目の違いすごいよね。だけどね、ここまでになったらね、ちょっと何を入れるんですか。え、内緒、企業秘密でございます。白い粉、すごいよね。違うよ、ならないよ、そんなチクトロが効くだけだよすごいよね。だし金網しびれちゃうよね、金網のこの強度。誰かさんが接着するんって言ってたことあるからね。これ逆さにあってはポリエステルとこの金網の補強した時にはあれだよ、あの天地逆になってもならないよ、ここまで。錆止めはさ、やっぱり痛い目に遭ってんだよ、みんな。車がさ、ボロボロになって。だからさ、年単がさ、ガソリン漏れを起こす以上にさ、やっぱ錆はさ、おっかなびっくりなんだよ。多分。あの騙され続けてんだよ、錆止めはね。錆止めは。私は若い時は G バードとかあったけどさ。でさ、またさ、歌い文句がさ、すごいんだよ。これ使えばこうであれってさ、もうこと細かくさ、あれ、歌い文句がさ、これやれば絶対バッチリですみたいなのさ。で、この背中がさ、もう穴だらけでなかったんよ。サビで。あ、はい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 。ほら。はいはいはい。お、ないでしょ。あ、それ何？材料使ったってこと？だけどここにね、うん、どんぐり塗ったの、うん、あらこの辺まで、このサビのとこまで、うん、どんぐり塗って、上から1日置いて、あら FRP の樹脂貼った、うん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 、プライマーとして。あ、そういうことね。ほら、言った、うん、ダメなんだよ、持ってきちゃう材料をね、ね、あの、事後言われても困っちゃうよねそんなハイブリッド、ハイブリッドはあれで、あのエポキシ同士でハイブリッドじゃないんだよ、うん、ポリエステルとエポキシをハイブリッドするんだよ。こんな使い方しちゃダメだよね。コストダウンでねこれだけ6815どんぐり使ったらものすごい量がいるから。それ高いってこと？高いな。決して安くはねえよ。あら、だけどプライマーとして使って FRP の樹脂貼った。あら、でもう2プライ貼れば頑丈かなって。2プライ貼ればってのは、その2プライは何の2プライですか？だからほら、金網があるじゃん、うん、金網を今度は6815でここに貼り込んで、その上からまた
スープライ FRP のこの。あ、そうだろう、うん、そうだろう、これだろう。そうそう、ね、これをやるから。これだろう、これ、これをやるからと思った。ここに、ね、だろう、このつなぎ目に。そうだろう。どうよ、その金網強さ。いや、金網はいいよ。ただ社長、これ普通の金網やねって。これいや、それは真鍮だよ。真鍮やろ、うん、これ高いんだよな。あ、値段がね、うん、でも真鍮の方がいいよ、うん、そうだ、そうだよ。真鍮の方があったって熱伝導いいもん。真鍮の方がいいよ。だけど俺も真鍮買ったんよ。どこで、うん、ある金網屋。また台湾でかい。台湾でかい。で、やっぱこれブラックライト、うん、当てればね。当てれば、見てよ、ブラックライト。これこれブラックライトがの反応する。そうだよ、材料だよ。材料が6815。そうそうそう。でそれ1キロぐらいあるん、ま、いや、だからあの今試作だからない。ない。あるっつうとサンプルとかどの子で言うんなもん。ない。これやっぱ FRP、 これブラックライト入れないとやっぱ6815のありがたみがさ、うん、分かんないよね。うん、すいませんね。どうぞ。台湾から電話だ。社長、サラムリコム。なんだ。死んじゃった、お前。お前、死ねよ、早く。おう、もうちょっと待ってきや。なんか整理して。車検が今日までだから。バカ、25日だよ。お前らどうせ今日お祈りだろ、伊勢崎で。まあ塗るだけやったら1キロあれば十分やろ。ああ、十分だね。その代わりほら全部少ないからね、使用量がね。煽りとかをバラしてしまってさ、うん、ねじりもし補強入れたいならロービンクロス、うん、1枚貼ったらもうプラス2キロぐらいかかるから、うん、言ったわけよ、うん、今検討中だ、うん、まだ一昨日を下ろしてきたダイハツのハイジェック新車。あら、その子もほうれん草やな。だってあれだよね、あの最初から、うん、あのどこだっけ、なんとか自動車が、うん、ほら新車からさ、ニハル自動車、うん、防水塗料を防水のさあれで塗ったがね。うん、で次の車検の時にさ、何も腐ってねえよ、うん、じゃあ車が売れねえとか売れるとかさ、そうそう、ギャン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 さ、お前こんないい錆止め出したらお前次新車が売れねえやないか。怒られたん俺。だけどあれだよ、あの目鼻立ちが効くさ、あの人たちはあの農場の糞尿処理車、そうだってここも堆肥入れるやん、うん、それ使ってんの、どんぐり。どんぐりやろ、うん、だって高橋さんがさやってる通りタンクローリーやってんだよ。タンクローリーあれ基準厳しいんだよ、タンクローリーの、うん、でそれがやっぱスプレーであの段ボールで何十本も買ってんだよ。あれもう話しだねえって、ガンガン使えねえって。でどうしたんっつったら、もうさ使い始めたらあれどんぐりもうほったらかしてんだもん、他のスプレーもう使えねえんだって。結局ダメになっちゃうから、タンクローリーが。それとさ、お盆に俺、うん、あのあそこ行ったんですよ、出雲崎ってどこだっけ、新潟の海。ああ、はいはいはい、釣り連れて。あ、釣りでね、釣りで行ったんですよ。はいはい、だその時にこっち側の倉庫でさ、うん、漁船を作ってた。はいはいはい、漁船をね、はい、だから片枠は木造なんですよ、うん、で内側になんか MDF みたいの入れて、うん、FRP 貼ってたんですよ、うん、だからところどころ隙間をね、うん、なんでやり打ったかさ、金ないと。はいはいはい、でなんで発泡ウレタン使わねえおいちゃんって言ったら、うん、発泡ウレタン竹っぺって、うんうんうん、で発泡ウレタンの方がいいじゃんって、うん、FRP に溶剤とか溶けないからって言ったら、うん、竹石、うん、予算が合わねえって、うん、言って
断熱材をこう押し込んで押し込んで、うん、でその上からさ、うん、PVA をさ、うん、一生懸命塗ってるんよ。要は水の量ね、大切水でしょ、ね、で俺がたまたまステップワゴンに6815の小分けしたのを積んでた、うん、それを塗ったこのおじさんに渡した、うん、でこれおじさんちょこっとやけど10対40 100対40で調合して、うん、塗ってみてって、うん、だから次の日電話あってさ、うん、あら FRP 上から塗っても溶けねえなってどこに売ってるんだいってこの FRP 用の材料はそうおめえが持ってきた100対40のは、うん、おめえどこ住まいはいや群馬ですってこっちの方に引っ越しねえんかいいやいいです極端な話じゃんそしたらさやりようのが夫婦二組でやりようけどさ、うん、もう腰の曲がったおばあさんあでおじいはもう80になるってうわで後継ぎがいねえってああ後継ぎがいねえちょうどいい後継ぎが群馬から、うん、あおまけに子供も連れてきたねえ俺は悪いけど船なんか作んねえよ和光度がねえ孫付きですごいだろこれブラックライトねいいよねこれこのブラックライトで、ね、FRP やるときに切り分かるよねはっきりだよねうんねそれその上からポリエステル塗るじゃんその上からポリエステル塗るじゃんいやそれでも反応する当社はポリエステル関係ございません反応するよ下に、うん、下にあれポリエステル透明なもんね透明やないよ台湾製はピンクだよ台湾製のは入ってるかもしんねえよこのブラックライトの反応するわ教えてやれいいじゃんさ台湾製のはさ、うん、あのパラフィンが入ってないやつやけんさあそうなん脱毛がものすごい楽なんよ、うんうん、ノンパラ使ってるんやけどさ、うん、ワックス入りな、うん、ものすごく楽よ台湾製の日本製 のリゴラックなんかもうはい、ね、これカーボンの FRP にした時に、うん、このブラックライトの反応色すごいだろこれそのカーボンなんか見覚えがあるあるよ誰かが3ダイヤの内装に貼ったやつじゃんねえ水入れて左右のあれが違うとか違うねとか言ってたやつじゃんこれすごいだろこれブラックライト入れた時にさこのカーボンのさ反応の色ねなんかガラスよりカーボンの方が的確にこう出そうだもんね感じねちょっと温度見てこうあこっちのあれだ、ヒートガンだから温度上がっちゃうよ。大丈夫？まだちょっと。ついてるこの色の違いすごいよねだけどね、うん、ここまでになったらねそれで何を入れるんですかえ内緒企業秘密でございます本当白い粉すごいよねアヘロジリじゃそんなことならない違うよならないよそんなチクトロが効くだけだよすごいよね金網しびれちゃうよね金網のこの強度誰かさんが接着するって言ってたことあるからねこれ逆さにであってのはポリエステルとこの金網の補強した時にはあれだよ、うん、あの天地逆になってもならないよって思ってサビ止めはさやっぱり痛い目に遭ってんだよみんな車がさボロボロになってだからさ年単がさ
ガソリン漏れを起こす以上にさ、やっぱサビはさ、おっかなびっくりなんだよ。多分あの騙され続けてんだよ。サビ止めはね。サビ止めは。私は若い時はジーバードとかあったけどさ。でさ、またさ、歌い文句がさ、すごいんだよ。これ使えばこうであれってさ、もう事細かくさ、あれ歌い文句がさ、これやれば絶対バッチリですみたいなのさ、やってんだよ。で半年に1回メンテナンスやろ。半年に1回はメンテナンスなんなじゃん。それあれかいね、プラント解説じゃん、定周じゃん。ね、半年に1回メンテナンスせりゃダメとか。それだったらあれじゃん、スプレーの、あの色でもバーッとかけとこうがいいじゃん。ねえ、半年に1回スプレーかけりゃ綺麗になってるじゃん。なるよ。何がガードなんそれで。一生懸命あんなの詐欺だって。だってうどん屋で怒られたとか怒られるとか言ってたじゃん、誰かさん自分で営業。社長、これはこの前のサンバじゃないんでしょ、スバル。これだよ。あ、それな、ここのとこにあったやつ。そうねえ、あのやつな。あ、じゃああと後ろの回転つけるだけじゃん。だって後ろのリアベッドつくんだけ。あの同じ車な、スバルサンバ、あれがこの姿になってるの。そう、はあ、で家にまだサンバがある、サンバある。はあ、あれなんかい、あれはなんだっけ、春頃だっけ見た。ああ、じゃあ本格的にやってるんだ。これ後ろリア、この後ろ、うん、あの開閉式にするんですって、うんうん、あ、そういうふうにさ春頃言ってたんさ、うん、これを目指して。え、おお、あ、すごいじゃん。なんかあれだね、フォードだよ。リーダーに出てきそうな車だね。え、それ僕買った、送ったやつ、そうそう、うん、写真、うん、あ、じゃあ俺持ってるやつだ。あ、それ目指してるの、すごいね。これなんて車なんですか。これフォード、フォードですね。目指してるの。どれ、丸いあれかい、70年代ぐらい、うん、丸いあれかいでね、うん、フロントマスクかい。ずっとね、いろいろこの本見て、うん、もう一個のシボレの本も見て。あ、いいよね。グリーンカード持ってんだってこの人、うん、グリーンカード、うん、モグリで、うん、聞いたらないよ。あ、そう、5年聞いたんだよ、なんでアメリカに行ってたんつったら、5年つから、え、5年でグリーンカード取れるじゃないよ。5年おって取得して戻ってきてまた2年行った。あ、そうなんだ。からさ、だって、あ、5年じゃ取れねえだろっつったら、いや、その前にもっと行ってたとか言って、つって言った。5年で取れるっすよ。あ、そうなん。俺が行った時はあのオレンジカウンティーっていうところだから。あ、この人も昨日か一昨日か話したら、うん、あのミシガンで FRP の、うん、あのレクチャー受けてきたんだとか、どの子の言ってたよ。え、どこなの。あ、違う違う、ウィスコンシン、ウィスコンシン、うん、え、どこ行ってた。西海、東海って言ったら真ん中ぐらいですとか、うん、ミルウォーキーの北に1週間、1週間以上いましたね。はい、クソ寒い中で FR…、寒いですか。
あの冬場行ったらマイナス20何度とか外でつなぎに帰ろって言われたら鼻水が出て鼻水がジョリジョリって FRP 固まるんですか。え、もう中はちゃんと空調がね、ボートの工場だったメーカーの。この人が FRP の専門家なんだったよ。これさ、こう見たらさ、日本車で真似できる車が一台あるよ。何、なんとか博物館に飾ってあるの車もっかい。こういう車を作ろうと思ったら、日本の軽でできるのが一台ある。へえ。鈴木のジムニー。はい。だけど今ジムニーをね、新潟の三条から一台仕入れた。こんなのレプリカ作って置いときゃ売れるやろ。いや、売れるか売れねえか分かんないけど、好きなやつはいるんだろう ね。社長、ずいぶんボロボロになってんじゃん、その本は。だって毎日読みようもん。これを目指してるんや、とりあえず。はい。こいつは。なんでその車目指してるんや。何気なく。かっこいいわけ。かっこいいじゃん。はい。まあ、大きくねえからいいよね。あの、赤城高原のパーキングで、あの、ピックアップトラック、見たけどさ、でっけんなもん。でね、今あ日本の道路走れるうんつぐらい。もうひょっとしてサイズオーバーするじゃん。だから軽の税金が上がるじゃん。あそこが軽のキャンピングカーしか売れねえって燃えてるからね。そうだろうね。軽のキャンピングカー売ってるの、そんなの。売ってるよ、作って。高いだろ。高い。おうすか、これあれのあれ、ハルトったやつの、あれな、スバルサンバだっけ。エンジンでけえじゃん、こんなん。うし、生意気に。エンジンってか、車こんなにでかかったっけと思って。いや、下ろしたらでけえんすよ、たったこいつ、つけとるだけだ。かっこいいよね、だけどね。これあれかい、本当にこんなあれかい、フォードのこのマスクみたいな、こんな車に、するんかね。あ、もうお付き合い長いから、はい、社長本当にできるんですかって聞いた方がいいよね。ホイールがね、ちょっと違うよね。ドアの真下やもんね。そこをちょっと考えておく。もうお付き合い長いから社長本当にそうなるんですかって聞かなきゃいけねえね。そうじゃないきゃアメリカまであれだよ、あの、行かないよ。板金叩きに FRP つくさ、結構やっぱすごかったよ。すごかったっていうか、センターフレームもさ、ちゃんとやっぱりスポーツカーみたいにさ、なってますよ。これブラックライト。
うん、ワンキューセットこの間言ってた、うん、この間言ってた、ああああ、そう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 、いやいやいや、わかんない、その前いくらぐらいだ、それブラックライトは安いブラックライト、あの高いのはそのシルバーの方、うん、いいやつは、うん、それでこれ入ってるやつで、入ってないやつ、さっきどうやって、これが入ってるやつ、ディーゼルオートマネー四駆、はいはい、今ブラックライト入ってるやん、あ、うん、どうや、え、入ってないやつ、あ、それ入ってる、ね、入ってるやつ、うん、入ってないやつと比べてみんなよ、一番下のそのこれ、うん、それ入ってないやつ、それブランクだ、うん、あ、本当だ、え、どこどこ比較して、わかんない、全然、お、全然違うじゃん、え、それブラックライトは丸何番、2番3番、あ、ブラックライトを入れたやつに、それはあのブラックライトだけの RZ3 を入れたやつ、それ3番でしょ、丸2番、これはどう、あ、これは普通の6815にブラックライトに添加したタイプの6815、うん、ね、入ってるとこはガンと出るでしょ、うん、でブラックライトの反応色入れなきゃ全然出ないでしょ、ブラックライトのその明かりがつくだけでしょ、そうでしょ、うん、これでミステイクはなくなるかな、なくなるまではいかないけど、うん、一応、まあ、一応点検には、点検にはなるね、そう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 、すごいね、やっぱ6815すごいねって意味が分かんない、硬いね、あ、硬い、硬いけど、うん、それは針金とか、うん、ちょこっと曲げてもらえば分かるけどさ、柔軟性が、ね、曲がるでしょ、ね、それ入れたやつといい、ね、金網くっつくんだよ、誰かさんが台湾製の安く買うやつは金網くっつくかいね、こんなにで、プライマーで使うのあれだ、いや、下がりであれだいや、本当にね、社長あのスバル、あ、写真撮る、うん、後でね、なんで、いいよ、いいよ、後で撮るよ、どうした、はい、ただいくらになるかって言われたけどさ、うん、この色目の違いすごいよね、だけどね、ここまでになったらね、それ何を入れるんですか、え、内緒、企業秘密でございます、白い粉、すごいよね、違うよ、ならないよ、そんなチクトロが効くだけだよすごいよね、だし金網しびれちゃうよね、金網のこの強度、誰かさんが接着するんって言ってたことあるからね、これ逆さにあってはポリエステルとこの金網の補強した時にはあれだよ、天地逆になってもならないよ、ここまで、錆止めはさ、やっぱり痛い目に遭ってんだよ、みんな車がさボロボロになって、だからさ、年単がさガソリン漏れを起こす以上にさ、やっぱ錆はさおっかなびっくりなんだよ、多分あの騙され続けてんだよ、錆止めはね、錆止めは私は若い時は G バードとかあったけどさ、でさ、またさ歌い文句がさすごいんだよ、これ使えばこうであれってさ、もう事細かくさ、あれ歌い文句がさ、これやれば絶対バッチリですみたいなのさ、でこの背中がさもう穴だらけでなかったんよ、サビで、あ、はい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 、ほら、はいはいはい、あ、ないでしょ、あ、それ何、材料使ったってこと、だけどここにね、うん、どんぐり塗ったの、うん、あらこの辺まで、このサビのとこまで、うん、どんぐり塗って上から1日置いて、あら FRP の樹脂貼った、うん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 、
プライマートしてた。あ、そういうことね。ほら言った、うん、ダメなんだよ持ってきちゃう材料ねね、あの事後言われても困っちゃうよね。そんなハイブリッド、ハイブリッドあれで、あのエポキシ同士でハイブリッドじゃないんだよ、うん、ポリエステルとエポキシをハイブリッドするんだよ。あんな使い方しちゃダメだよね。コストダウンでね。これだけ6815どんぐり使ったらものすごい量がいるから。それ高いってこと？高いな。決して安くはねえよ。だけどプライマーとして使って FRP の住所貼った。でもう2プライ貼れば頑丈かなって。2プライ貼ればってのは、その2プライは何の2プライですか？だからほら金網があるじゃん、うん、金網を今度は6815でここに貼り込んで、その上からまた2プライ FRP のものを。あ、そうだろう、うん、そうだろう、これだろう、そうそう、ね、これをやるから、これだろう、これ、これをやるからと思った。ここに、ね、ここのつなぎ目に。そうだろう、どうよその金網強さ。いや金網はいいよ、ただ社長これ普通の金網やねって。これいや、それは真鍮だよ。真鍮やろ、うん、これ高いんだよな。あ、値段がね、うん、でも真鍮の方がいいよ、うん、そうだそうだよ、真鍮の方があったって熱伝導いいもん。真鍮の方がいいよ、だけど俺も真鍮買ったんよ。どこで、うん、ある金網やまだ台湾でかい、台湾でで、やっぱこれブラックライト、うん、当てればね、当てれば見てよブラックライト、これこれブラックライトがの反応する、そうだよ材料だよ、材料が6815、うん、そうそうそう、でそれ1キロぐらいある、ま、いやだからあの今試作だからない、ないあるっつうとサンプルとかどの子で言うんなもんない。これやっぱ FRP、 これブラックライト入れないとやっぱ6815のありがたみがさ分かんないよね。うん、すいませんね。どうぞ。台湾から電話だ。社長。サラムリコム。なんだ。死んじゃった。お前。お前死ねよ早く。おお、もうちょっと待ってきゃ。なんか整理して。車検が今日までだから、バカ、25日だよ。お前らどうせ今日お祈りだろ、伊勢崎で。まあ塗るだけやったら1キロあれば十分やろ。ああ、十分だね。その代わりほら、全部少ないからね、使用量がね。煽りとかをバラしてしまってさ、うん、ねじりもし補強入れたいならロービンクロス、うん、1枚貼ったらもうプラス2キロぐらいかかるから、うん、言ったわけよ、うん、だから今検討中だ、うん、まだ一昨日を下ろしてきたダイハツのハイジェット新車、あら、その子もほうれん草やな。だってあれだよね、あの最初から、うん、あのどこだっけ、なんとか自動車が、うん、ほら新車からさ、ニハル自動車、うん、防水塗料を防水のさあれで塗ったかね、うん、で次の車検の時にさ、何も腐ってねえよ、うん、じゃあ車が売れねえとか売れるとかさ、ギャン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 、お前こんないい錆止め出したらお前次新車が売れねえやないか。怒られたん俺。だけどあれだよ、あの目鼻立ちが効くさ、あの人たちはあの農場の糞尿処理車、そうだってここも堆肥入れるやん、うん、それ使ってんの、どんぐり、どんぐりやろ、うん、だって高橋さんがさやってる通りタンクローリーやってんだよ。タンクローリーあれ基準厳しいんだよ、タンクローリーの、うん、でそれがやっぱスプレーで、あの段ボールで何十本も買ってんだよ。あれもう話しなねえって、使えねえって。でどうしたんっつったら、もうさ使い始めたらあれどんぐりもうほったらかしてんの、他のスプレー、もう使えねえんだって結局、ダメになっちゃうからタンクローリーが。
それとさ、お盆に俺、あそこ行ったんですよ、出雲崎。出雲崎ってどこだっけ。新潟の海。ああ、はいはいはい、はい。釣りたち連れて。あ、釣りでね。釣りで行ったんですよ。はいはいはい。その時にこっち側の倉庫でさ、漁船を作ってた。はいはいはい。漁船をね。はい。だから、片枠は木造なんですよ。で、内側になんか MDF みたいの入れて、FRP 貼ってたんですよ。だからところどころ隙間をね、なんでやり打ったかさ、金ないと。はいはいはい。で、なんで発泡ウレタン使わねえおいちゃんって言ったら、発泡ウレタン竹っぺって。で、発泡ウレタンの方がいいじゃんって、FRP に溶剤とか溶けないからって言ったら、高いし、予算が合わねえって言って、断熱材をこう押し込んで、押し込んで、でその上からさ、PVA をさ、一生懸命塗ってるんよ。要は水の量、ね。大切水でしょ。ね。で、俺がたまたまステップワゴンに6815の小分けしたのを積んでた。でそれをこのおじさんに渡した。でこれおじちゃんちょこっとやけど100対40で調合して塗ってみてって、ほんだから次の日電話ってさ、あら FRP 上から塗っても溶けねえなってどこに売ってるんだいって、この FRP 用の材料はそうおめえが持ってきた100対40のは、でおめえどこ住まいは、いや群馬ですって、こっちの方に引っ越しねえんかい。いや、いいです。極端な話じゃん。こしたらさ、やりようのが夫婦二組でやりようけどさ、もう腰の曲がったおばあさん。で、おじいはもう80になるって。うわ。で、後継ぎがいねえって。ああ、後継ぎがいねえ。ちょうどいい後継ぎが、群馬から、おまけに子供も連れてきた。ねえ。俺は悪いけど船なんか作んねえよ。ワコードがね、孫付きですごいだろこれ、ブラックライト、ね、いいよねこれ、このブラックライトで、ね、FRP やるときにはっきり分かるよね、はっきりだよね、うん、ね、それその上からポリエステル塗るじゃん、その上からポリエステル塗るじゃん。いや、それでも反応する。当社はポリエステル関係ございません。反応するよ。下に、うん、下にあれ。ポリエステル透明なもんね。透明やないよ。台湾製はピンクだよ。台湾製の入ってるかもしんねえよ。このブラックライトの反応する。押せてやれいいじゃん。さ、台湾製のはさ、パラフィンが入ってないやつやけんさ、あ、そうなん、脱毛がものすごい楽なんよ、うん、ノンパラ使ってるんやけどさ、脱毛ってワックス入りな、ものすごい楽よ、台湾製の、日本製のあのリゴラックなんかもう、ね、これ カーボンの FRP にした時に、このブラックライトの反応色すごいだろこれ、そのカーボンなんか見覚えがある、あるよ、誰かが3ダイヤの内装に貼ったやつじゃん、ね、水入れて左右のあれが違うとか違うねとか言ってたやつじゃん、これすごいだろ、これブラックライト入れた時にさ、このカーボンのさ反応の色ね、なんかガラスよりカーボンの方が的確にこう出そうだもんね、感じね、ちょっと温度見てこう、あ、こっちのあれだ、ヒートガンだから温度上がっちゃうよ、大丈夫？うん、まだちょっとベタついてる、この色の違いすごいよね、だけどね、ここまでになったらね、それ何を入れるんですか、え、
内緒、企業秘密でございます。本当だ、白い粉すごいよね。アイロジリじゃそんなことならない。違うよ、ならないよ、そんなチクトロが効くだけだよすごいよね。だって金網しびれちゃうよね、金網のこの強度。誰かさんが接着するって言ってたことあるからね。これ逆さにずらってのはポリエステルとこの金網の補強した時には、うん、あれだよ、あの天地逆になってもならないよってなって。錆止めはさ、やっぱり痛い目に遭ってんだよみんな、ね、車がさボロボロになってだからさ、年単がさガソリン漏れを起こす以上にさ、やっぱ錆はさおっかなびっくりなんだよ多分あの騙され続けてんだよ錆止めはね錆止めは私は若い時はジーバードとかあったけどさ、でさまたさ歌い文句がさすごいんだよ、これ使えばこうであれってさ、もう事細かくさあれ歌い文句がさ、これやれば絶対バッチリですみたいなのさやってんだよ。で半年に1回メンテナンスやろ。半年に1回はメンテナンスなんないじゃん、うん、それあれかいね、プラント解説じゃん、定周じゃん、ね、半年に1回メンテナンスしてるせいはダメとか。それだったらあれじゃん、スプレーの、あの色でもバーッとかけとこうがいいじゃんね、半年に1回スプレーかけりゃ綺麗になってるじゃん。なるよ何がガードなのそれで、ね、一生懸命あんなの詐欺だってだってうどん屋で怒られたとか怒られるとか言ってたじゃん、ね、誰かさん自分で営業中古はもう